こんにちは、クリエイターの荒本です。最初にデモ演奏として通して弾いていますのでお聴きください。ではまず予備知識としてですが、この曲のキーは C メジャーです。構成は A から F まであります。では A のメリットから見ていきましょう。ここは元気な感じでリズムを正確に弾きましょう。原曲では草食音符を入れているので弾ける方は入れてみてください。続いて左手。こちらは最初5度の和音で、その後ユニゾンです。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて B です。右手から見ていきましょう。ここも元気に1音1音はっきり弾きましょう。続いて左手。こちらはベースラインのように弾いています。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて C です。右手から見ていきましょう。ここから歌メロです。歌メロもはっきり弾きましょう。最後の部分はつなぎです。続いて左手。こちらも同じくベースラインです。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて D です。右手から見ていきましょう。ここから和音が変わるので少し雰囲気も変わります。続いて左手。
同じくベースですが休符に注意しましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて E です。右手から見ていきましょう。ここは元の雰囲気に戻って元気に弾きましょう。続いて左手。こちらも同じです。ではそのまま最後の F へ移ります。ユニゾンなので両手で弾きます。ここはホールトンスケールというものに1音足したものです。ホールトンスケールはこうなんですが、ここに1音入ったものが先ほどのスケールです。そして最後はリズムを刻んで終わります。ではここまで一緒に弾いてみましょう。では本日のまとめとして最初から通して弾いてみましょう。レッスンは以上です。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録や高評価もしていただけるとありがたいです。では次回のレッスンでお会いしましょう。